はい、皆さんこんにちは。前回の動画ではオタクの過ごす休みの1日をお届けしました。今週はタクシーに乗ります。今回の動画最後まで見ていただければ、東京駅からタクシーでディズニーランドへ行くと何分かかるのか、いくらかかるのか、楽しいのか、これらのことが分かるようになってますので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。本日は10月の24日土曜日です。現在東京駅にいます。今日の朝食は絶食。履いてるパンツは先週買ったティガーのパンツです。ここをまっすぐ進むと京葉線です。ただ今日はタクシーに乗るので乗りません。大人ですね。東京駅の改札内には東京バナナとディズニーがコラボしたお店があります。ディズニースイーツコレクション by 東京バナナです。ワクワクしますね。こちらのお店の営業時間は朝6時半から10時までです。プーさんとピグレットもいます。どれにするか迷った結果、パンケーキサンドにしました。6個入りで1382円です。それでは早速改札の外へ出ていきます。改札の外、地下1階に行くと東京駅一番街があります。そこにあるお店がこちら、ディズニーアベニューです。朝早くてやってませんでした。こちらではディズニーのグッズが買えるようです。 GoTo トラベルのクーポンも使えるようなので、皆さんもぜひ見てみてください。それでは早速タクシー乗り場に向かっていきたいと思います。乗りました。現在時刻7時57分、ディズニーランドまでかっ飛ばします。走り出してすぐ首都高に入ります。こんな感じでシュッとこう入ります。くだらないです。この日の天候は晴れ。僕がディズニーに行かない日は晴れます。僕の人生は大体こんな感じです。向こうにお台場のパレットタウンの観覧車が見えます。こちらは京葉線が通る線路です。お先に失礼します。京葉線の電車が駅に止まってました。こちらの電車も抜いていきます。お先に失礼。川を渡ります。こちらは荒川です。僕の乗ってるタクシーは葛西に入ったようです。さらにもう一つ川を渡ります。こちらは旧江戸川です。ようやくディズニーランドホテルが見えてきました。なんだかホッとしますね。もうすぐディズニーランドです。ようやく高速を降りて下道に入りました。あのセブンイレブンは昔僕が生茶を探した場所です。ディズニーランドホテルが見えてきました。到着しました。到着しました。ディズニーランドです。足腰の疲労はゼロです。気になるタクシー料金はこちら、高速道路代を含めまして合計6010円です。2人で割るとだいたい3000円、3人で割るとだいたい2000円です。ちなみに僕は現金キャッシュで払いました。大人。ちなみに現在時刻8時16分、7時57分にタクシーに乗ったので、ディズニーランドまで15分ぐらいでした。意外と早いですね。8時20分、9時開演の40分前ですけれども、結構人がいますね。今日僕はチケットがないので帰ります。お疲れ様でした。この時間帯ディズニーランドから舞浜駅まで逆走して歩くのは初めてです。朝8時25分の舞浜駅の様子です。ご覧の通りかなりの人がいるのがわかります。はい、ということで今回は東京駅からディズニーランドまでタクシーで向かいました。結果料金は6020円、かかった時間は約15分でした。料金お高めですけれども、京葉線が遅れていたり複数人で割り勘する場合、大きな荷物などがある場合はありなんじゃないかなと思います。ぜひタクシーを使ったパターンも活用してみてください。今回の内容が少しでも皆さんのお役に立てば幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。 Twitter と Instagram もやってます。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。